こんにちは、スタイリストの大山春です。今回の動画では、春に活躍するトップスを皆さんにですね、5つご紹介をしてみたいなというふうに思っています。実はですね、以前にも春のトップスについては解説をしたんですが、それからですね、だいぶ季節が進みまして、少し最近は暖かい日も増えてきたので、今の気候に合うようなトップスを改めてですね、5つ持ってきてみましたので、 皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思ってます。まあファッションアイテムっていうのはいろんなものがあると思うんですね。まあ例えば今僕が着ているアウターだとか、内側に着ているトップスだとか、あとはボトムスだとか靴だとか、様々なアイテムがあるわけなんですが、その中でも僕はですね、結構印象に残りやすいのは上半身のアイテムだと思ってるんですね。もちろんボトムスが重要だというのも間違いがないんですが、ちょっとそれはですね、クロート的な意見かなと思うんですね。 やはり視界に入りやすい上半身のアイテムが印象を大きく左右するかなと思うので僕はですねボトムスよりも上半身のアイテムを先に考えることが多いんですね中でもアウター系というのはそこまでたくさんのバリエーションもないですし単価が高いのでたくさんの種類を揃えるのというのはなかなかハードルが高いかなと思うんですねその代わりその内側に着るようなトップスというのはですね結構価格的には抑えめのものも多かったでするので このトップスを変えるだけで印象を大きく変えるというのが意外とですね、コスパがいい服の揃え方なのかなというふうに思っています。ということで今回はですね、春に活躍するトップスを5つご紹介する中で、アウターだとかボトムスは変えなくても印象をですね、がらいと変えられるようなアイテムをですね、皆さんにご用意してお伝えしたいなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネットに関しましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしています。まあ最近僕はですね、こちらの方にめちゃくちゃハマっていまして、週4本ぐらいのペースでお届けをしてるんですが、こちらの無料版ではお届けしないようなかなりラフな内容でいろんなことをお伝えしてますので、気になる方はですね、 こちらの動画の下の概要欄のところにですね、リンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、まず1枚目のトップスからご紹介したいなと思うんですが、1枚目はですね、今僕が着てるこちら、ボーダーのカットソーになっています。ちょっと内側は見えないかなと思うんですが、こちらは長袖のものを今活用をしています。まあ、こういったものが1枚あるとですね、結構便利かなというふうに思っています。 まあ、ボーダーの T シャツというとですね、結構ベーシックで、誰もがですね、一度は着たことがあるようなアイテムかなと思っています。ただ、僕ら大人世代だと、ちょっとカジュアルに感じるかなと思うんですね。ですが、こういったトップスというのは、あくまで重ね着のパーツとして使ってあげると、意外とバランスがいいかなと思っています。ですので、僕はこういったボーダーの T シャツを着る際にはですね、一枚で着るよりはですね、今のように上にシャツアウターを着てみたいだとか、 あとは意外とジャケットとの相性が良かったりするのでそういった重ね着のパーツとして使ってあげると結構便利かなと思っていますこの内側に対して無地の T シャツ系を合わせるのももうバランスはいいかなと思うんですがそれだとちょっと退屈に感じることがあるんですねそういった時にアクセント要素としては意外とボーダーの T シャツがあると便利かなというふうに思っています単体で見るとちょっと子供っぽく見えますがこういった形で上に羽織ることで面積がぐっと減りますよね こういった本体の部分だとか腕の部分にボーダー柄が見えなくなりますので結構ですねカジュアルなアイテムでも綺麗な感じが漂いやすいかなと思っています特にジャケットだとかシャツアウターのようなやや綺麗めなアイテムと合わせるとバランスがいいかなと思うのでぜひですねボーダーの T シャツも改めて見直していただければなというふうに思っています はい。続いて2点目のですね、トップスをご紹介したいなと思ってるんですが、今僕が着ているこちらのですね、ストライプ柄のシャツですね。これまたですね、あると便利なアイテムで、ぜひ皆さんにご紹介したいなというふうに思っています。まあ先ほどですね、コーディネート的にはほとんど変わらずにですね、上にはシャツアウターを着て、下にはですね、ブラック系のスラックスを合わせているんですが、内側だけを変えているんですね。 まあ先ほどはボーダー柄ということで、同じですね、線状のものなんですが、横か縦かでまた全然印象は変わるかなと思っています。まあ、ロン T に関しては襟がないので、もうちょっとカジュアルなんですが、今僕が着てるようなシャツ型のものは襟があるので、もう少し綺麗な感じになるんですね。ですので、ストライプのこういったシャツも結構一つあると便利かなというふうに思っています。 僕はどちらかというと、こちらのシャツ型の方が好きで、割とこのような着こなしはよくするんですけども、あえてですね、第一ボタンまできちっと締めて、小綺麗に着るというスタイルも、ちょっと今っぽくて使い勝手がいいかなと思うので、ぜひですね、皆さんもストライプ柄のシャツは持っておくといいかなというふうに思っています。今僕が着ているこちらのシャツなんですけども、今季のチャオパニック TP のもので、これがですね、めちゃくちゃ気に入ってるんですね。まあ、ストライプの色合いですね、ブルーとブラックとホワイトで構成されてるんですが、 単調になりすぎずに、なおかつやりすぎ感がないので、これはめちゃくちゃ使い勝手が良かったかなというふうに思っています。まあ僕のようにですね、シャツアウターと重ねてもいいですし、あとはカーディガンだとか、ネイビーのジャケットだとか、様々なアウターとの相性もいいかなと思うので、ぜひですね、こういったストライプ側のシャツというところも皆さんチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて3点目のトップスなんですが、今着ているですね、こちら、半袖のニットというアイテムですね、 これはですね、まだまだ馴染みがない方も少なくないかなと思うんですが、結構ですね、ここ数年は春夏に着るトップスとしては、割とですね、多くのショップで取り扱うようになってきたものなんですね。まあ特に春夏だと T シャツを着る方も多いかなと思うんですが、T シャツ1枚だとなかなか様にならなかったりだとか、ちょっと綺麗さみたいなものが漂いにくいことも少なくないんですね。 そういう時には、こういった T シャツの雰囲気なんだけども、素材としてはニットを使っているというもの。これがあるとですね、結構便利で、大人の男性には似合いやすいのかなというふうに思っています。こちらはですね、去年、ナノユニバースで購入したものなんですが、結構去年はですね、着用しましたね。意外と1枚で着てもそれなりに様になるんですが、僕自身はですね、このようなスタイルをすることはなくて、意外とこの上にですね、ジャケットを着ることが少なくなかったんですね。 ちょっと用意をしてあるので着てみたいなと思うんですが、まあ春といっても3月だと結構寒い日もあったりするので、長袖のニットに対してジャケットを着るというのも悪くはないんですけども、4月だとか5月だと結構暖かいので、長袖のニットにジャケットを着ると暑いんですよね。ですのでこのような半袖のニットを用意して、その上にジャケットを着るというスタイルが結構便利なんですね。まあ早速やってみたいと思うんですが、 これができるようになると結構ですね、夏でも快適に過ごせるかなと思います。はい、こんな感じですね。どうでしょうかまあ中が半袖だとはですね、正直わかんないと思うんですね。例えば袖の部分から白いニットがちょっと見えたりすると長袖の感じがするかなと思うんですが、まあよりですね、こういった袖の部分はスッキリとしますし、このような形の重ね着だと割とですね、4月、5月、6月ぐらいまでは活用しやすいかなと思っています。 ですので、新しいビジネスカジュアルの形だとか、あとは綺麗めのカジュアルとしてはですね、このような半袖ニットかけるネイビージャケットというのはもう鉄板かなと思うので、ぜひ皆さんにもお試しいただきたいなというふうに思っています。ちなみにこちらの半袖ニットのサイズ感なんですが、先ほど単体で着た時にはですね、ちょっとタイトめだったと思うんですね。もし1枚で着ることが多いのであれば、もう少しサイズ感としてはゆったりめの方が僕は今っぽくていいかなと思うんですね。 ただ上にですね、ジャケットだとか、あとはカーディガンを羽織るときには、あまり大きすぎるとバランスが良くないんですね。特にジャケットと合わせるときには、ある程度フィット感があった方がバランスがいいかなと思うので、まあ、このような重ね着をする際にはですね、サイズ感はいつもの皆さんのサイズを選んで間違いがないかなというふうに思っています。まあ、このような形で、白だとか、もしくはブラックだとか、ネイビーだとか、そういった半袖のニットもですね、 春夏のトップスとしてはすごく便利かなと思うので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、これまたですね、春夏は定番的で、1枚は必ず置いておきたいアイテムかなと思うんですが、まあ先ほどの半袖ニットと違ってですね、通常の T シャツですね。今着てるのは去年も散々ですね、皆さんにお伝えさせていただきました、ユニクロ U のエアリズム T シャツですね。 これがですね、まあこれからの季節はものすごく活躍してくれるトップスになるかなというふうに思っています。僕もですね、昨年は全部で5枚購入をしたんですね。こんなに様々なカラーを色違いで買うということは少ないかなと思うんですが、まあ今回僕が着てるのはブラウン系の色合いですね。まあこの色もですね、すごく上品で綺麗だなと思って昨年はよく着ました。まあユニクロ U のですね、エアリズム T シャツに関してはサイズ感は少しゆったりめなんですね。 ですので先ほどの重ね着を想定したニット T シャツに比べるとかなりですね、フィット感としてもゆとりがあるかなと思っています。まず身幅が全然違いますよね。まあサイズは1個上の M を選んでいるわけなんですが、それにしても身幅もゆったりしてますし、あと袖の長さも長いですよね。まあ、このように1枚で着ることを想定するのであれば、これぐらいのゆったりめのサイズ感が僕は旬でいいかなと思っています。 もっと大胆にですね、さらに上のサイズを着るのもいいかなと思うんですが、それはやっぱり上級者向けかなと思うんですね。ごくごく一般の方であれば、通常のサイズを選ぶか、あえてワンサイズを選ぶか、これぐらいまでに押さえておくと、割とバランスがいいかなと思うので、ぜひトライをしていただければなというふうに思っています。まあ、このようなユニクロ U のエアリズムに関しましては、1枚で着るか、もしくは重ね着をする際には、 ジャケットよりはですね、僕はカーディガンぐらいの方が相性がいいかなと思っています。今こちらにあるんですけども、こういった薄手のカーディガンを1枚さらっと着てあげるのもいいかなと思うので、ちょっとですね、羽織ってみたいと思います。はい、羽織っていました。どうでしょうか、まあ、このようなスタイルというのも春先の着こなしとしては鉄板なんですよね。まあ、T シャツを着て、カーディガンを着て、 ちょっとだけ腕を託し上げるというスタイルというのは簡単で誰でも気軽にできるかなというふうに思っています。まあ T シャツは今回ブラウンを選んでるんですがもっと春っぽくですね白を選んでみたりライトグレーを選んでみるのもいいかなと思うのでいくつかカラーのバリエーションがあると簡単にですねいろんなスタイルが試しやすいかなと思うのでぜひですね今っぽい少しゆったりめの T シャツというところも皆さんは揃えていただければなというふうに思っています。 はい。ということで、ラスト5点目のアイテムなんですが、今着ているですね、明るい色のパーカーですね。これまた一つあると便利なアイテムかなというふうに思っています。え僕が今着ているのは、ライトグレーという色なんですが、もしくはですね、ホワイト系のものだとか、オフホワイトだとか、ナチュラルのような、少し明るい色のパーカーがあると、これまたですね、春先はものすごく重宝するかなと思うので、ぜひ皆さんにはチェックをしていただきたいなというふうに思っています。 まあ先ほどの T シャツみたいなものもいいんですけども、ああいったものは重ね着をすることでスタイルが完成するんですが、このようなパーカーというのは1枚着れば着こなしが完成するので、とにかく楽なんですよね。僕もパーカーのスタイルは好きで、最近はよく着てるんですけども、まあ、秋風であればブラックだとか、ダークグレーだとか、ネイビーだとか、濃い色がいいかなと思うんですが、 春先に着るのであれば、このようなちょっと明るめのカラーというところにも挑戦をしてみるとですね、結構春らしくて、今っぽい雰囲気が漂いやすいかなというふうに思っています。まあ、パーカーにもいろいろな種類がありまして、ジップアップ式があったりだとか、今僕が着てるようなプルオーバータイプがあったりするんですが、まあ、最近の流れとしては、このようなプルオーバータイプの方が旬な雰囲気が漂いやすいかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。 はい。ということで、今回の動画では、春に活躍するトップスを5つ皆さんにご紹介させていただきました。まあ、中にはですね、馴染みのあるものもあったかなと思うんですが、例えば、半袖のニットだとか、ボーダーの T シャツだとか、こういったものはですね、まだ持ってないなという方も少なくないかなと思うんですね。ですので、今回ご紹介した中から、持ってないものですね、1枚でも2枚でもいいので、ぜひ買い足していただければなと思っています。 そうすることで皆さんの着こなしの幅も広がりますし、見え方としても同じような着こなしなんですけれども、柄らと雰囲気を変えることができるかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。 まあ今回はですね、いつもと違った前髪を下ろしたスタイルでお話をさせていただいたので、僕もですね、まだ見慣れない部分もあるんですが、皆さんもそれは同じかなと思っています。まあ、これからですね、動画の中で様々なヘアスタイルだとか、ちょこちょこと実験をしながらお届けをしたいなと思ってますので、これからもこちらのチャンネルお楽しみいただければなというふうに思っています。それでは皆さん、次回の動画もまたお楽しみに。 おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山旬のメンバーシップチャンネル